USB ドライブ。横のスケールは、ミリメートル単位、ポータブルアプリケーションとは、実行するにあたって、コンピュータに、固定の補助記憶装置にインストールする必要がない、ソフトウェアであり、CD-ROM、USB メモリ、フロッピーディスクなどの過販媒体から実行できるものを、言う。互換性のある任意のコンピュータシステム上で動作させる、ことができ、 一般にオペレーティングシステムが同じであれば良い。この場合のポータブルは過半という意味であり移植という意味ではない。ポータブルアプリケーションは自身の設定情報やデータもプログラム本体と同じ過半媒体に格納できるよう設計されている。Windows 向けソフトウェアの多くはポータブルな設計ではない。レジストリと Microsoft イ,インストーラの構造が インストールしたプログラムとマシンを結びつけてしまうためである。多くの Windows アプリケーションはレジストリを多用しており、状態情報もファイルシステムの各所に格納している。ポータブルアプリケーションにするためには、実行前と実行後でそのコンピュータ内のファイルに変化を与えないようにしなければならない。すなわち、レジストリを使うことはできず、アプリケーションのインストールされた。 ディレクトリ以外にファイルを残すこともできない。過半媒体にインストールする場合、設定をレジストリではなく INI ファイルなどの設定ファイルに格納する必要がある。アプリケーションのソース修正をせずに過半性を実現する手法としてアプリケーション仮想化がある。これはアプリケーションがファイルシステムやレジストリにアクセスしようとしたとき、その要求を横取りし、 別の媒体上のファイルへのアクセスに変換するランタイム層を設けるものである。この場合、アプリケーション自体は変更せず、なおかつ可搬性を実現できる。このランタイム層は DLL インジェクションと呼ばれる技法を使って実行時にアプリケーションへ埋め込まれ、アプリケーションごとのラッパーを形成する。このラッパーはアプリケーション起動時に活性化され、ファイルやレジストリに関連する。 システムコールをフックしてリダイレクトし、過販売体上だけを操作する。この手法は、アプリケーション全体だけでなく、個々のコンポーネントにも適用できる。これを利用すると、同じ OS 上で競合することなく、それぞれ設定の、異なる複数のポータブルアプリケーションのインストールを行うことができる。このようなコンポーネントは OS が保護している、レジストリなどにアクセスしないため、 インストールや管理において特権を必要としない。MacOS 向けのアプリケーションはインストーラーパッケージではなくドラッグインストール。アプリケーションバンドルとしてパッケージ化されているためある程度の過半性を有する。アプリケーションを実行するだけであれば好きなボリュームから起動可能である。しかし完全なポータブルではないことが多く OS のインストールされたファイルシステムに 初期設定ファイルやキャッシュなどのファイルを作成することが多い。UNIX 系向けのアプリケーションはどんな仮定もしないことが多い。例えば、Windows では伝統的にユーザーが特権を持っていることを仮定しているアプリケーションが多かったが、UNIX 系では非特権ユーザーとして利用することが多いため、そのようなアプリケーションはパーミッションでないド・エラーとなる。したがって、 アプリケーションは環境変数ホームを使って設定を格納する場所を決めるのが一般的である。動的ライブラリーには環境変数 LD ライブラリーパスがあるためアプリケーションに標準でないディレクトリを参照させることもできる。これは別の場所でプログラムを実行することを特に簡単にする。MNT にポータブルなプログラムと設定ファイルがあるとしたとき コマンド行は次のようになる。ホームイコール、mnt、ホーム、ユーザー ld ライブラリー、パスイコール、mnt、ユーズ、リブ、mnt、ユーズ、ビン、w3men.wikipedia.org。しかし、すべてのプログラムが、このようになっているわけではない。例えば、ドルホームを無視して、エトセトラ、パスワードを参照して、 ホームディレクトリを探すものもあり、過半性を犠牲にしている。ダブルポータビリティとは、過半性と移植性を兼ね備えていることを意味し、クロスプラットフォームで動作するポータブルアプリケーションを意味する。マッキントッシュのユニバーサルバイナリーなどのファットバイナリーがあるが、必ずしも過半とは限らない。ありがとうございます。